こんにちは。誰でも Python チャレンジです。はい。えー、まあ、いろいろな内容をやってますが、今回から、えー、しばらくですね、えー、6回にわたってですが、えー、改めて Python の文法、基本のところについてご紹介します。まあ、これは実際は、以前作ったコンテンツをまた利用しながら、改めて見ていただこうというものです。えー、特に、Python の 初心者の方はぜひ、ゆっくり止めながら見ていただきたいと思います。内容はこのような感じです。はい。では始めましょう。前回は変数と計算についてやりました。今回は、まとめと復習の B として、えー、条件分岐について、まとめて復習をやっています。内容としては、まず、インデントとブロックということ。 それから、if 文による条件文あるいは、else の使い方。e l l f の使い方なんですね。それから、その条件というものを、について、条件式と関係演算子それから、論理演算子による組み合わせ。なんか難しいですね。これらについてやります。もう、習うより、なれろ。とにかく、えー、いろいろ覚えて、使えるようになってください。まず、えー、後で使いますが、多分もう知ってると思いますが、インプット関数というものは、 これは特に、非常に便利ですので覚えておきましょう。えー、っと、まずこういうふうに、インプットのこれでやると、えー、画面に表示する文字列を引数として与えます。そして、入ってきたものが、この場合ですと、ネームというところに、えー、この場合は文字列、ストリング型として、えー、代入されます。 です,ですので、このネームというのを、この間使った、プラス、えー、なんとかでつけて、メッセージを出力することができるわけですね。ですから、これを実行してみると、名前を入力してください。で、ここで、えー、相手の人が、あなたが、田中隆と打つと、田中隆さん、こんにちはと画面に表示する。まあ、こういうものでしたね。これは後で使います。はい。じゃあ、いよいよ今日やりま、大事なことをやりましょう。一つは、インデント。 はい。もう多分何回かソースを見てきて分かったと思いますが、これが重要です。えー、まずインデントって何かっていうと、何か文を書く前に、スペースを4つ分、あるいは8つ分、ね、大抵4を1単位として開けることをインデントと言います。行頭から最初の文字までの空白、4つを1つの単位とするということですね。 それからブロックっていうのは今日の出てくる if 文とか、それから次回やる for、えー、文のような時に、こういうふうに一つのまとまりとして考える。その時にはこうインデントされた単位で一つのブロックになるわけですね。ですからこれはインデント2個のブロック。ここ2行分。それからインデント5つの、インデント1つのブロックですね。4文字分のブロックとして、 こういうブロック。それからインデントゼロのブロックとして大きなブロック。こういうふうに、えー、インデントごとに一、えー、つのブロックという考え方をします。まとまりとして考えるということですね。さて、じゃあ、まず、if による条件分岐です。これは、もしも何々ならば、もしも〇〇ならば、××を実行するというときに、まあ大体ここに if と書いて、 ここに〇〇に対応することを書いて、それからここに必ずコロンですね。コロンを打つ。これが決まりです。コロンを打つということと、それからここにインデント4つ分入れるっていうのが決まりです。そしてここにバツバツに対応する処理内容を書くということになります。より正確に言うと、条件を満たすとき、 この丸々のところ条件式の値が true の時、真の時にバツバツは実行される。true、えー、でなければ true の反対は false って言いますが false であれば実行されない。これが一番基本的な if の構成です。例えばこれ、エイジがなんか、エイジっていう A, G, E ですね。変数に何かを入力します。そこで、その入力された値が、18より小さいときっていう意味ですね。小さい、小さいとき、コロン。そして、インデント。そういうときには、このプリント文が実行されるということになります。フローチャートというもので書くと、こういうふうになります。ここで、一つの判断、条件式を比べてみて、 18より、エイジが18より小さい場合には、こっち、true の方に行って、そして、この選挙権はありませんというプリント文が実行される。もし、エイジが18以上であれば、フォルスですので、何も表示されないということになります。全体を見るとこんな感じですね。あなたの年齢を教えてくださいと書いて、そして入ってきたものを、 エイジに入れます。その時、ここのインプットの返すものは、ストリング型、文字列型ですので、これを一回、整数型に直す必要があるので、イント関数を呼んでいます。イント型に変、コンバートして、エイジに入れる。そして、それが18より小さければ、整数型でなければ比較ができませんので、一回整数型にします。 そして、これが18未満であれば、えー、この文章に 2, 2つが実行される。えー、1つの、これ、両方とも4文字ずつインデントされるパスの、これ1つがブロックなわけですね。だから、両方とも一挙に実行されますし、18以上であれば、エイジが18以上であれば、両方とも実行されないということになります。で最後に、これはどんな場合でも実行するということになります。次、ELS。 else っていうのはこうですね。もしさっきの〇〇なら処理位置が実行されるわけでした。そうでなければ三角三角が実行されるということです。この場合にもここにコロンをつけること、ここにインデントを入れること、ここに else と書いてコロンを打つこと、ここにインデントを入れること。これが決まりです。いいですね。条件を満たすときには 条件式が true であれば処理内容1、バツバツが実行され、そうでないときには処理内容2、三角三角。どちらかは必ず実行されます。true であれば1、false であれば2。どちらかは必ず実行されるということになります。例えばこれ、同じくエイジを入れて、18未満であれば1つ目の分、18以上であれば2つ目の分、投票に行きましょうが、えー、実行されるということになります。 さらに、e l if という、else if ということで、条件を分けることができます。条件1が true のときは処理1。そうでないときには、今度は条件2が調べ、条件式2が調べられて、これが true のときは処理。それ以外のときには処理内容3ですね。これ間違えてます。3が実行される。ということになります。いいですね。はい。ですので、 例えば、4歳未満であれば、入場料は無料。4歳以上、13歳未満であれば、子供料金。そうでなければ、大人料金。というふうになります。フローチャートはこの通り。よく考えて、これで3つのうちのどれかが必ずプリントされるということを確認してください。エイジが、の値がどういう時にはどこを通るか、よく考えてみてくださいね。そこで、 今、比較、よく数字の比較で出てきました。えー、っと、の書き方ですね。Python では、等しいことの比較には、イコールイコールというものを使います。例えば、a イコールイコール1というのは、a が1であれば true。1で、それ以外の値であれば false になります。それから逆に、びっくりイコールですね。エクスクラメーションマークと言いますけど、 エクスクラメーションマークイコール、びっくりイコールっていうのは等しくないとき、つまりイコールイコールの反対です。これは1と等しくないときに true。それ以外のときには、つまり等しいときには false になるというものになります。それから2つの数字を比べて、左が大きいときには大、えー、大なり大えりというふうに呼びますが、まあこういう というか、これは小なりと言いますが、それぞれ小さいとき、大きいとき、小さいときに true になる。ということですね。それから、大なりイコールっていうのは、まあ、右辺が、左辺が異常のときにということですね。それから、小なりイコールというのもあります。こういう、これもぜひ覚えてください。使えるようになってください。条件式に使われる代表的な関係演算子です。 それから、ロ論理演ン子、a ン d と or と not というのも覚えてください。これは2つの条件式をつなげることができて、これは a が10に等しくて、かつ b が5に等しいときに全体が true になるということです。そうでないときは全て false になります。例えば、a が10で b が 6の場合はフォルスになります。どっちか一方ではダメです。それが上のですね。下は OR。えー、どちらかが、どちらかでも成立すれば、えー、OK です。A が10である、または B が5であるときに true になる。というのが OR という論理演算子になります。まあ論理演算子代表的なものはこの3つですね。と or と、それから not.not というのは必ず否定される逆になるわけですね。ですので、何、えー、なんかの条件式があったときに、その前に not をつけると、全体がひっくり返って、トルートフォールスが逆になるということになります。これもいろいろ学んでください。例えば、これですね。エイジが13より小さい or エイジが65以上ならば無料。それでない場合は料金が必要ですとなります。つまり、13歳以上、65歳未満の時に料金が必要だということを言ってるわけですね。上の反対が、上のエルスがこういう条件になります。それから、まあ、 ほとんど、まあ、つけ、カッコをつければ大体大丈夫ですが、演算子というのは色い々ろいろな演算子があります。これらには優先度があって、まあ一般にこういう風な優先度を持ってます。それを変える場合には、えカッコが必要になるということですね。まあこれも必要に応じて慣れてください。これはあんまり今まで見たことがないと思いますが、正打ち演算子といって、まあ代入しながら えー、比較。その値をと、えーえー、条件を判定するとか、条件を評価するという意味の演算子です。まあ、これから使うこともあると思います。で、今まで条件式って言ってましたけど、はっきり言って見てるのは、true か false かだけですね。ですので、例えば、a という、まあ、ブーリアンって言いますが、 論理式が true であればっていうのはこう書くこともできるし、これを単にこう書くこともできます。つまり A が true であれば、true っていうのは実は整数、えー、数であればゼロでないとき、ないときに true になりますし、文字列であれば何か入っているときに true になります。まあちょっとここら辺はここにじ自分で実験しながら覚えなきゃなりませんが、 こういうふうに、型によって true の範囲は変わりますので、えー、そういうときに処理、この式は true、えー、になって処理内容が実行されるということになります。逆に、その反対はこれですね、えー。not a であれば処理内容。これは a が false のときだけ実行されるということになります。じゃあ、ちょっと問題です。次の条件を、関係演算子を使って記述してください。 例えば、A は B より大きいっていう関係演算子はこうなります。はい。それぞれ1番から5番までちょっとやってみてください。ビデオを止めて、確かに答えを入れてみて、えー、あるいは紙に書いてみて、えー、それから確認するようにしてください。いいですかはい。答えはこうなりますね。A は B と等しいはイコールイコール。等しくないはびっくりイコール。小さいは小ない 次は4番は小なり子。5番は大なり子。ということになります。次。はい。これは練習問題ですね。次のプログラムコードにある空欄を埋めて変数 A の値が3で割り切れる。ああ、やりましたね。前回。3で割り切れる。どうやるんでしたっけ ?3 で割り切れるときには3で割り切れます。そうでないときには 3で割り切れませんとコンソールに出力するプログラムを完成させてください。いいですね。前回の余りを出す。ね。割り切れるっていうのは余りが0になるっていうことですから、それを使って、そして If と Else を使ってやってみましょう。はい。ビデオを止めて打ってみてください。この場合はどうなんでしょう。答えはどっちでしょうね。2021の場合は。 ま、ご存知の通り、2たす、0たす、2たす、1は5であって、3の倍数ではないので、A は3では割り切れませんね。ですから、3で割り切れませんと出力されれば正解です。コードとしてはこうなります。If、ク,クラのところに入るもんですね。A のの3が0であれば割り切れます。else、コロン、割り切れません。ということになります。 いいですね。大事なのは、ここのコロン。それから、ここのインデント。ここのコロン。ここのインデント。これらはとっても大事ですので、必ず入れるようにしてください。はい。だいたい今日は以上です。最後に、コメント文についてちょっと書いておきましょう。えー、シャープで始まる行は、コメントとして、プログラムには関係しないので、ここに日本語でも英語でも好きなことを書いておくこともできます。それから、 え、記号の後ろ、そうですね。一部を的無料、無効にする用途でも使うことができます。大丈夫ですね。それから、まあ多分、どっかで出てきますが、えっと、ダブル、シングルクォートでもいいんですがダブルクォートでもいいんですが、クォート、クォート、クォートで囲んだ、ここの間はすべてコメントアウトします。という使い方もあります。ダブルクォートでもいいですよ。はい。これもまあ、そのうち慣れてください。はい。 えー、以上、今日は、イフのブロックについてやりました。ぜひ繰り返し見て、しっかりマスターしてください。それから、えー、条件を求める、えー、論理演算子ですとか、えー、条件評価演算子こういうのを、えー、しっかり、比較演算子ですね、なれるようにしてください。はい。今日の内容も、えー、筑波大学の、えー、三谷先生の 公開されている資料をもとに、えー、作成しました。感謝して、えー、感謝します。はい。それではまた次回見てください。そしてよく勉強してください。終わります。さよなら。